はい、こんにちは、アキラです。それでは引き続きループの課金装備評価をやっていきます。今回比較するのはこちらの剣とコートで、いつもね先に結論を言っておきます。今回はコート優先です。もうね、これはなんとなく理由にね気づいちゃった方もいるかとは思うんですけれども、一応その理由についてですね解説していきますので、よろしければ最後までお付き合いください。ではまずそれぞれの性能を見ていきます。まず剣がローレライの鍵、属性不要が光、ストレングスプラス239、マインドプラス31、特性が常にグランブレイブの効果、光属性の物理攻撃ダメージプラス 10%、 光属性の物理攻撃ダメージ上限プラス 1500。 ルークのコート、装備種アクセサリー、ストレングスプラス41、ディフェンスプラス40、特性が敵から受ける物理魔法攻撃のダメージマイナス 10%、 超必殺技がクリティカルするようになる。属性耐性とステータス異常耐性はありません。でまず剣についてですけども、こちらは突追加が1500でした。これまあ二刀流だからってね思うかもしれないんですけども、このコラボ前に実装されたリリーが二刀流で突3000だったんで、それと比べるとちょっと少なく感じてしまいますね。でオートグランブレイブなので、ストレングスがプラス 35% つきまして、さらに光属性物理へのバフもついてます。なのでダメージバフとダメ突が一つの装備についているので、こちらも有料仕様と言えます。続いてコートについて、こちらは敵からの物理魔法攻撃のダメージカットと超必殺クリティカルが来ました。はい、超貴重性能ですね。これまでもねずっと言ってますけども、超必殺クリティカルは超貴重。技能スキルではもちろん未実装ですし、専用装備でも限られたものにしかついていません。でアークでいうと SS レアアークの反逆の竜騎兵団のみの超貴重性能となっています。なのでもうこれがついてる時点でほぼ価値確定でいいです。で特にルークについて言うと、超必殺クリティカルがすごい有効なんですよ。っていうのが SS レアアーク天球スターロード、こちらのアーク特性にクリティカル時追撃発生というのがあります。先日の使用感速報でルークにつけてた総評の守護記事、あちらは物理攻撃のクリティカル発生時限定なんですね。でスターロードのクリティカル時追撃っていうのは超必殺クリティカルにも適用します。こちらの動画を見てください。サンタリルベットで検証していますが、どちらも天球スターロードをつけています。左は通常装備、右が超必殺クリティカル付きの専用装備をつけています。はい、ヒット数はまあ見ての通り、通常の場合は27、超必殺クリティカル付きは40となっています。クリティカルが13回発生して13回追撃がついたということなので、追撃&クリティカルといえばルークさんですよね。そもそも追撃とクリティカルについては自前性能の時点でも優秀なルークさんなので、このコートをつけて天球スターロードをつけたら、それはもはや無双、ルーク無双です。なので今回はもうまとめしないです。もう剣に関して言うとやっぱねちょっと凡庸なんですよ。特段優先すべき内容がない、はっきり言ってしまって。でコートには最優先すべき超必殺クリティカルがあって、さらにそれがルークの性能と超マッチしているということなので、もう 100-0 でコート優先という結論になってしまいました。もう今回ばかりねコート優先で間違いないと思います。ぶっちゃけ無理課金してでもね取りたくなる一品だと思います。ただもちろんあくまでアキラの視点からの優先度の話ですので、皆様ご意見ありましたらぜひコメント欄にお願いします。新章交換の最終判断は皆様ご自身の責任でお願いします。ルークの課金装備評価は以上です。高評価するかどうかはお任せします。で最後に一下げ大切なことを言っておきます。今回はね確定チケットの配布がありましたんで、まあ僕もそうですけれども、スタンかルークをね確定チケットでゲットしましたっていう人は少なからずいると思います。でその結果専用装備も欲しくなって課金して追加ガチャを回そうかなってね思ってる人もいるかもしれないんだけども、それはやっぱちょっともったいないかと思います。専用装備っていうのはそのあくまで欲しいユニットとかアークとかを追いかける過程の課金で新章が溜まった時にその使い道として考えてるぐらいがねちょうどいいかと思います。まあもちろんねキャラへの愛を示すためにね課金するっていうね思いはね間違ってるとは思いません。でまあこれでね課金装備評価がですね第1弾の2人終わりましたんで、ようやく育成テンプで最終形の方にもね取り掛かろうと思います。来週明け月曜火曜ぐらいでね、
2体のね育成テンプレ最終形の解説動画も出そうと思いますので、よろしければそちらの動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。皆様良き週末を。